ではお待たせいたしました。岡田隆二先生の、練習講義を始めさせていただきたいと思います。進行は私が田塚が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめにですね、岡田先生は意識あったことは嫌だと思いますが、一応恒例ですので略歴を紹介させていただきます。一応これ全国にライブ配信され、全国というか全世界で YouTube でライブ配信されてますので、一応意識にのっとってですね、略歴をご紹介させていただきます。田先生は1976年に、東京大学理学部地質学科をご卒業されました。そして大学院の地質学専攻に進学されて、1981年に学位を取得されております。その後すぐ学信の奨励研究員になられるんですけども、半年後には理学部の助手になられております。その後、1983年から2年間、ハーバード大学に、これは学士の海外特別研究員ですけど、として研究をされております。でその後、91年、2年に更新准教授で、2000年に、大学院理学系研究科の教授になられて、この3月で、定年退職ということになっております。でこの間、ODP とかですね、 IODP とかこれからお話あると思いますけれども、国際深海掘削計画、3回、公開挑戦されまして、特に IODP の、イジュンモンスン、これ日本海掘削ですから、では共同主席研究員を務められて、これはお話あると思いますけど、東アジアのパキモンスンの変動が、いわゆるダンスガード州サイクルと呼ばれる天然スケールの急激な気候変動に同調しているということを明らかにされて、偏西風のジェットなどの南北の振動などがこうしたものに起因して起こるということを明らかにされました。その他、IGCP のモンスーンエボリューション、テクトニクス・クライメート・リンケージ・インデーション、まさにテクトニクスと気候のですね、関係、システム的な、そういう観点からの、プロジェクトのリーダーを務められた。こうした業績から、2010年に日本第4期学会の学会賞とかですね、あるいは JPGU の、ジャーナルの PEPS の、Most Cited Paper Awards とか Most Accessed Paper Awards などを受賞されております。その他、地球環境史学会の学会長を務められ、たほか、JPGU の雑誌、PEPS のインターディスプリナリーセクションの編集長、それからパレオオーシャノグラフィーのアソシエイトディレクターを現在も務められております。古気候古海洋学分野で長年にわたってご活躍されてきて、特に地球システム変動学と、東京大学で、地球惑星システム学校というのを設立したんですけども、その中心に立ってですね、そうした分野の確立に尽力をされてきました。ということで、ちょっと長くなっちゃいましたけれども、最終講義を始めさせていただきます。タイトルは、堆積リズムに魅せられて、フィールド地質学から地球システム変動学ということで、田田先生よろしくお願いします。ご紹介どうもありがとうございました。まさかこういう日が来るとは未だに信じられないんですけども、とうとう来てしまいました。私今紹介にあったようにですね、学部からずっと東大で2年間の留学以外は出たことがないで、ゲラさんには散々インブリーディングだとなじられましたけども、そういうこともあってですね、学生気分が抜けないままどんどん年だけ取ってですね、気づいたら定年の最終講義ということで、ちょっとなんとなく自分でまだ信じられない思いです。で、とはいえ最終講義の準備はですね、1月前ぐらいからポチポチ始めたんです。で、
最初何話したらいいかもう分かんなくて、まあ、1日2、30分ぐらい写真探したり昔の資料を掘り起こしたりしてですね、準備してたんですけども、そのうちにああなるほど、定年の時にこういう要するに自分の研究を振り返って、一体何やってきたかっていうのを知ることっていうのも結構重要なんだなと、いうふうに思いました。でとはいえですね、そう もったいぶっていうとよっぽどすごい抗議かと思われると困るんですけども、基本的にもう時系列に話をしていきます。で今日この直前にシンポジウムがあった関係でですね、海外からもまあ20名近く共同っていうかその一緒にやってきた研究者の方も来てますんで、一応キャプションはなるべく英語にするようにしてます。で喋る方はもう日本語でやらせていただきます。で、まあ、今言ったようにですね、振り返ってみるとですね、まあ、結構いろんなことを脈絡もなくやったっていうのは本当のところなんですけども、ただやってるうちに、まあ、堆積物の記録をまずきちんと編集して、そこから情報を読み出して、でそれを通して地球の環境がどう進化してきたか、それからどう変動したか、それをまあ復元するっていうこと、それからまあもう一つはその復元を単にその何て言うんですかね、漫画のように復元するだけじゃなくて、ダイナミックスをですね、一つの記録から複数の情報を取り出して変動のダイナミックスをまあ知ろうとしたというのが多分私がずっとやってきたことだと思います。で、その、まあ、一種の目標ですけど、どんだけ達成されたかっていうと、まあ道半ば 50% がいいとこかなと思うんですけども、まあ、一応そういうふうにな方向に向かって研究したつもりであるということを最初にご説明しとけば、少しは脈絡のないスライドも意味が出てくるかなと思います。で、まず一応年表を作ってみました。でこうしてみると、まあ、大体学生時代、助手時代、助教授時代、それからまあ教授の時代を2つに分けて若手と熟年というふうにしてますけども、大体こんな感じで、分けて話をしていけば、それぞれのステージで、どんなことをやって何を考えてたかが、少しは分かっていただけるかなと思います。でその横には、まあ、自分の周辺に関係したその先行合同とかそういったものが書かれてますけども、それからさらにその向こう側、こっちですかね、ここには特に国際プロジェクト関係でどういうものに関わってきたかを書きました。で、これを、まあ、作ってみると、改めて見るとこの学生時代から、まあ、ちょうど私のアドバイザーだった飯島先生が定年するあたりまでは修行の時代というか、言われたことを一生懸命やると、そういう時代、特にこの辺は半人前で、まともに扱ってもらえないで、まあ、パシリみたいな感じでですね、やってた時代だと思います。でそれを、まあ、アメリカの留学きっかけにある程度なんていうんですかね、自立心が出てきて、で飯島先生が退官されたのを機に、まあ、自分の興味で、駆動されて研究するようになったと、そういうことだと思います。でそれと、まあ、この国際プロジェクトとの関係も、まあ、よく合ってる。要するに自分でやるようになって、まあ、ほとんど隙間なく常に何か国際プロジェクトに関わってきて、で後半の方はまあ自分で主導したプロジェクトに関わるようになったと、こういう感じで、その研究者の人生を送ってきました。まあ、これからはですね、半分昔の写真集、これは誰でしょうかみたいな
あの感じになるんですけども、これあの、まあ、1974年に、進学してですね、それから、卒論、それから修士博士と、まあ、81年に学位を取ったわけですけれども、その頃の写真を掘り出してくると、これがその当時の、これ飯島先生ですけれども、あの飯島県の、あの学生、これここに松本さん、それから角和さんがいますけれども、その研究室の学生がこんな感じで、これはあの伊豆に準研に行った時かなと思います。それからこっちの方はあの私が学位を取った時に、まあ、あの学位を取ったっていう意味で同期で、あの矢島さんとか石渡さんとか、がいたんですけども、あとポール・フリードルっていうあのカナダの人もいましたけども、その時の写真です。で、まあもともとはですね、あの研究者になるっていう強い意志はなかったんですね。で結構なんていうんですかね、その出たとこ勝負というか、その場の雰囲気で流されて、学部の4年の時はですね、就職も考えて、就職するならあの日本酒作る、あのお酒のを作る会社がいいかななんて思って資料を集めたりしてたんですけども、そしたら飯島先生がもう大学院行くんだよな、そう言われるとあのはいというしかないです。ではいって言って大学院に行って、で修士行って、その修士で辞めようかなと思ったら、当然博士は行くよなって言われて、またはいって言っちゃったんですよね。それであの博士課程まで行ったという、あの結構主体性のないことで、研究者 の第一歩を進めました。で、まあ、とはいえこの新旧論文の時に清澄、まあ、あのその後僕清澄で、この間ざっと推定したら、丸半年はいかないかな、でも半年近くを清澄で過ごしたことになるんですけども、あのここであの新旧論文、それからその前にあの実習もやったんですけども、それを経験して、なんとなくその地質図を作る、あのもともと図学が好きだったってこともあって、あの調査をして、鍵層っていうんですけども、そのマーカーベッドをあの図学で隣の沢に伸ばしていって、どこに出るかって予想して、それがあの当たると嬉しい、なんかそういうとこからあの入って、まあ、あの飯島先生に言われたからだけじゃなく、まあこれであの職業として成り立つんだったらそれでもいいかなというぐらいの感じで、大学院にあの進学したわけです。で、修士博士ではですね、形質血管の属性作用というのをテーマにして、研究をしました。で、あ、これもう今話をしたんですけども、これがその、学部生から、まあ、これ大学院の1年ぐらいの時の写真ですけども、まあ、この時はですね、これはいい、あの割ともっと後の清澄の写真ですけども、これは僕がまだ学部生の時の清澄の、しかも冬に行ったんですね。その、飯島先生がその清澄の地図を作る、あの地質図を作るっていうのを受け負った関係でですね、で僕はその時もう進学が決まってたんで、お前清澄行ってこいと、冬で、その当時、助手だった池谷先生、あの静大 の学部長がなられて、もう亡くなりましたけども、池谷先生と一緒に行けで、冬の寒い中ですね、2週間ぐらいあの調査しました。まあ、その時の写真です。で、まあ、今言ったようにあのこれで地質図の作るってことの面白さを知るということになったわけです。で卒論では、さらにそれを、まあ、あの応用してですね、厚内ってところで地質図を作ったんですけども、これはなんで北海道か、僕北海道は熊がいるから嫌ですって言ったら、じゃあ北海道にしてやるって言って北海道になったんですけども、実はその飯島先生の兄弟子の田内先生っていうのが、その厚内地域 の調査をしてたんですけども、その当時の地質調査場の、水野さんっていうのがここの地質図を作ったんですね。でそれがその田内先生の地質図と違ってたもんで、
まあ半ば棚井先生の地質図が正しいことを証明せよみたいな感じで言ったわけです。ところが調べてみると水野さんの方がどうも正しいで、まあ、まず飯島先生を解き伏せるのに結構かかって呼ばれるとですね、立ったまま朝行って10時に行って2時ぐらい2時間やってちょっと昼飯でその後また立って、1時から5時ぐらいまでかかってでまだ晩飯といういつ終わるかとも知れない説得工作というかですね、それでやっと飯島先生を説得してしたら今度お前一人で棚井先生のとこ行けって言ってまたそれをほとんど同じことを繰り返してそれでやっとまあ完全には認めないんですけどもまあそういうこともあり得るだろうということで、まあ、手を打ったという感じです。で、まあこれそういう意味も含まれるんですけどもこの時にまあ地質調査の楽しみも知ると同時にそれをより楽しくするには、行く時期とそれから場所ですね。場所っていうのはそのいろんな意味で場所集まって基本的にはいいとこなんですけどもそういう何ていうんですかねその渦中の栗を拾うみたいな場所には行かない方がいいと、いうことを学びました。で、私が大学院の頃ですね実は飯島先生は IGCP のプロジェクトをなさっててですねその関係で、まあ、外国人が割とよく訪れてきたんですね。で、まあ、具体的には、まあ、形質堆積物 その時空分布を復元するっていうプロジェクトだったんですけどもちょうどその頃っていうのはまあ、チャートって硬い火打ち石みたいな岩石なんですけどもそれが、元が何だったかっていうのは結構議論があったんですがだんだん電子顕微鏡なんかの観察をもとにして放散虫っていう単細胞生物ですね形質核を持つ単細胞生物からなってるってことがだんだん分かってきた頃であってそれから生物源のこれはまあもともとはそのアモルファスシリカからなるんですけどもそれが最終的に石英になってくるんですがその変化ですねアモルファスシリカからオパール CT っていう中間層を経て石英になるそういうプロセスが存在することが分かってきた時代でこういう背景で私の理論はそのチャートっていうのがどういうふうにして形成されたのかでその石英の想定までの想定員が、どう関わってきたのかどういう役割をしてたかっていうのを明らかにせよというのがテーマだったわけです。でちょっとだけその D 論の話をしますとでやってみるとですね私結構その岩石物性好きだなっていうのが分かってきたんですけども、まあ、まずそのそれぞれ形相質の石って形相質の石っていうのは七輪の材料なんですね。そのスカスカ の石だけど水に浮くようなそういう石です。それがオパール CT になると結構硬い石になります。ポーセラナイトって呼ばれるんですけども、でそれからさらに石英になると、石英質のポーセラナイトになる。でそれを電検で観察していくとですね、ここからここに移るときこういう形相の殻がみんな溶けちゃうんですね。そうするとこの形相の殻っていうのはその内側にこの、まあ、大きさはこれ数十ミクロンぐらいなんですけども、その内側に隙間を持ってて、それがポロシティの大部分を占める。だから形相質 の岩石っていうのは水に浮くわけです。ところがこれが相転移で溶けちゃうと割とこう緻密な石になります。で特にオパール CT っていうのはそのクリスタライトが、サブマイクロンなんですね。非常に細かい。ですからここで見るともう本当にベターっと見えるわけですね。で、まあ、一部この形相が抜けた跡が残ってますけども、こうなるとですね、これはまあ、ここでウルトラマイクロポアって言ってますけど、サブマイクロンサイズのポロシティしか持ってなくて、これは、パーミアビリティが非常に低くなる、透水率が低くなるんです。ところがこれが今度石英になると、溶解再沈殿で石英になるんですけども、実際に溶解に要するにソリューションに入ってる量ってのは少ないんで、その溶けても他のところで沈殿してるわけですね。だからコンパクションはほとんど受けない。
それから石英の結晶っていうのはオパル CT に比べるとはるかに大きいんで、結果としてここで見て分かるようにですね、隙間も大きくなって、ポアサイズも大きくなると、こういうことが分かったんですね。で、これはまあその後、まあ、石油関係の方位のインプリケーションもあって、こういうふうにしてその透水率が悪いものはキャップロックっていって、石油をためるその上に蓋をする岩石として適しているんです。でこっち側の方はポロシティを持ってて、しかも割と透水率も高いんで、今度は石油をためる貯留岩として適している。でそういうことでこの想定位によって理想的にキャップロックと貯留岩がその上下関係で形成されるってことを示して、でちょうどそれがオイルウィンドっていうんですけれども、その有機物がその石油になり始める温度と割と近いので、石油の探査にも有効であろうという話になってきました。でそういうことを、まあ、石油資源 の, 辻さんって方がいらっしゃって、それと一緒にやってた。でそういう理論が大体確立した頃には秋田油田はもう閉じられてですね、もう日本は石油ないと、まあ、あることはあるんですけども、経済的にペイしないということで、まあ、成因は明らかになったけど、なんですかね、工学的にはあんまり、成果はなかったと、そういう結末でした。で、まあ、もう今大体お話ししたんで、ここら辺は飛ばしますけども、結論としてはそういう想定位で、このオパール A から CT の時には著しいコンパクションがあると、 CT から石英はあんまりコンパクションがなくて、で逆にポアサイズは大きくなると。それから、今言ったようにそのキャップロックとリザーバーロックっていうそういう、役割を担うんじゃないかと。それからもう一つ、その最初に理論のテーマとして与えられた問題への答えとしては、シリカの想定位だけではチャートにはならない、まだ隙間が残ってると。だから隙間を最後まで埋めるというか、その潰すためには別のメカニズムが必要だと。でそれを、まあ、いろんな論文をレビューするとプレッシャーソリューション圧力溶解って言いますけども、それが重要であるんじゃないかという結論に達したというのがドクター論文の研究です。で、まあ、これがその概念図ですけど、もともと堆積しているときはこんだけの厚さがあったものが、コンパクションでこのぐらいまで、まあ、このぐらいまで潰れるんですけども、最後の一押しがなくて、その最後の一押しっていうのはプレッシャーソリューションじゃないかというのが、結論になるわけです。でじゃあそれを証明したいっていうのが、まあ次の段階の興味になってくるんですけども、ちょうどその頃ですね、これ学部の頃ですけども、大学院の頃ですね、1978年に、飯島先生がさっき言った IGCP のプロジェクトは、ここに写っているシーバーさんって、これがハーバード大学の教授なんですけども、シーバーさんとそれからUC サンタクルスの、ロバート・ギャリソンさん、その2人と3人でやってたんですね。でそのギャリソンさんのところのドクターを取ったばっかりのケン・ピスチオットっていうのが日本にまあ、遊びに来たというか、まあ、やっぱりそうですね、遊びに来て、シリシャスシェールを、要するに東北にある形質結岩を見たいと。で、僕とそれから僕より1年下で先日亡くなってしまいましたけども山崎君っていうのがいて、その2人で、ピスチオットを連れてですね、彼ちょうどポストグナリ立てなんですけども、3人で、山崎くんの車、ブルーバードの 3S かなんかですね、それで東北巡検したんですね。でそれが僕も山崎くんも英語はもう片言、彼は日本語当然できない、その状態で1週間暮らしてね、それがめちゃめちゃ面白かったんですね。もう通じないから変なことがいろいろ起こるわけですよね。だけども彼は要するに温泉で楽しんだり、いろんなことを何でもチャレンジしてきたんで、すごくその国際交流っていうか、その要するに外国の人と一緒に旅行したりなんかするのってすごい楽しいなっていうことをまずここで味わった。で実はそのピスチオットってのは後でまたちょっと出てくるんですけども、
でその後今度は、81年ですね、僕がドクター取ってすぐぐらいの時にシーバーさんがあの東大に3ヶ月滞在されて、で僕はその時にはもうすでにプレシアソリューションに興味持ってたんで、シーバーさんに一生懸命、彼のとこ行って、プレシアソリューションの実験やりたいからハーバード行かせてくんないかって言って売り込んでたんですね。で、まあ、あのシーバーさんもあの NSF の方にそういうあのポストドクを雇うためのプロポーザルを出してくださって、僕はあの JSPS の方であの初めてですね、第1期だったんですけども、海外学進っていうのがあって、それに応募して、で JSPS が通って、それで2年あのアメリカに行くことになりました。で、次が、まあ、あの学位を取ってすぐ、まあ、すぐっていうか半年空いたんですけども、助教、っていうか、まあ、昔は助手ですよね、助手にあの雇っていただいたんですが、最初の3年ここでは、まあ、あのハーバードに行くんですけど、この3年は、本当にパシリっては一人前に扱ってもらえなかったですね。その、まあ、こっちも自信がないから何か聞かれるとあのもごもごもって小声で聞こえないように答えて、まあ、いかにもあの一人前じゃないあの助手だったんですけども、まあ、アメリカで2年間ですね、過ごしてですね、で、まあ、それから帰ってきたらあの結構一人前に扱ってあのいただいたと。でその間に最後の方ですけども、あの日本海航海に参加をあのしたわけです。で日本海航海は、実は僕はまあ、この時のこれ日本海航海の写真で、あの首席研究員の一人は玉木さん、この玉木さんも亡くなっちゃったんですけども、でもう一人が実はケン・ピッチショットだと。でピッチショットが僕をあの呼んでくれたんですね。で日本人枠で入れられないんだったらアメリカ人枠で乗っけるっていうんで、そしたら、まあ、あの玉木さん平さんがあのそれはちょっとみっともないから日本人枠で入れますということで日本人枠で、乗船できたと、そういうことです。でだからそういう意味であの昔 の, その東北一緒に旅したのは功を奏してるわけですね、こういうところでね。で、ハーバードでは 何をやったかというと、まあ、プレッシャーソリューションなんですけども、プレッシャーソリューションのメカニズムを、あの要するにどのぐらいのスピードで何に制御されてあのコンパクションが起こっているかを知りたかったわけですね。でそれを実験すると、で、石油でやればいいんですけども、石油でやると何て言うんですかね、その硬いもんだから大変だし時間もかかるんですね、その反応に時間がかかるんで、まあ、あの割と簡単にできる何ですか、ハライトですね、そのあの塩岩塩を使って実験をしました。でその頃はプレッシャーソリューションっていうのはその粒子と粒子の間に水 の, あの吸着した水 の, あの分子が、まあ、2分子か3分子ぐらい層を作ってて、それがその圧力を支えてて、それから同時にそこに溶けたものが拡散してあの外に出ていくっていう、そういう、まあ、ピーター・ウェールっていう人があの考えたモデルが割とあの広く受け入れられてたんですけども、実際にあのやってみるとですね、 そうじゃないんですね、まあ、ここにあの模式的に書いてあるんですけど、これは、ナイフエッジプレッシャーソリューションっていって、ここにあのナイフ状の何ですか、まあ、ナイフ状というかブレードをつけて、その下に、ハライトの結晶を置いて、で下はこれ重りなんです、これがまあ実際なんですけども、非常に単純で原始的で、この水を温度一定にしてサーキュレーションする以外は何も電気がかかんない、もうすごい単純な機械なんですけども、これで、実験をすると、それで何日間か経ったらあの取り出して、顕微鏡で見るってことをやったわけです。そうするとどういうことが分かったかというと、溶解はこのエッジからどんどん進んでいくんですね。それであの溶解が進んで、このここにこう高まりがあるんですけども、これがナイフを支えて、ここのところが溶けてるんですね、ということが分かってきた。で実際この高まりの中は実は組成変形してるんです。だからあの固体として流れてて、でそれで
あのディフェクトをたくさん作って溶解しやすくして、この壁面で溶けてるんですね。ですから実際はあのウォーターフィルムじゃなくて、このリッジって呼んでるんですけど、リッジの部分がある程度まで狭く、どんどん狭くなって、それでイールドストレングスを超えて、その下で組成変形を始めると。で、組成変形を始めて横に押し出されたのがどんどん溶けていくというふうな、そういうメカニズムじゃないかという、まあ、あの、ことが分かりました。で、まあ、それはその後いくつかの論文にして出して、まあ、それなりに引用されてるんですけども、で、まあ、ハーバードでその実験一生懸命やったんですけども、夏はやっぱりどっかにもう少し楽しいところに行きたいというので、まあ、ちょうど血液がんの研究をやってたので、アメリカ の, そのウエストコーストですね、ウエストコーストはずっとモントレーフォーメーションっていって血液がんが露出してるんですね。で、しか もうキャンピングサイトとして非常に完備されてて、ですから夏はレンタカー借りてキャンプをレンタカーに積んで、丸1ヶ月海岸沿いをずっとまあ何ですかね、キャンピングしながら調査を進めました。で、その時にUSGS のキャロライン・アイゾクス、実はこの人僕と一つ違いで、彼女の D 論は僕の D 論とすごく内容が似てたんですね、まあ、一部結論が違ったんだけどかなり似てて、まあ、そういうこともあってですね、いろいろお世話になりました。で、案内をずっと してくれてですね、モントレーフォーメーションを堪能したわけですね。それからちょうどハーバードってのはやっぱりその研究のセンターなんで、いろんな有名な先生がレクチャーに行くんです。もう月に2回とか3回で、その時にアルフレッド・フィッシャーっていう、まあ、これミランコビッチサイクル の何ていうんですかね、伝道者というかですね、が来たんですね。で、まあ、彼の話によるとですね、まあ、彼はこのモントレーフォーメーションじゃないんですけども、チョークですね、その石灰岩の層状の石灰岩の中にそういうミランコビッチサイクル、要するに地球軌道要素の変化のリズムがあるんだと、そういう話をこうレクチャーをしたんですね。で、それがあまりに感動的というか、要するにそれまで何ていうんですかね、その地球外のものがその地球の地層のリズムを決めてるなんて考えもしてなかったわけですね。それがそういう壮大な話を延々と、しかも かなりいろんな証拠を持って話してくれてですね、これは面白そうだなと。で、そういう目で見ると、これモントレーそうですけども、この中にもリズムが見えてくるんですよね。もうこの頃からそういうのサイクリストって言うんですけども、人に見えないリズムが見えちゃう、まあ、妄想なんですけども、そういうふうにしてですね、なんか堆積物にはサイクルがあるんだと、そういう何て言うんですかね、その洗脳を受けて、それで日本に戻ってきました。それからもう一つ、さっきハーバードではさっき言ったように、いろんなレクチャーがあるんですけど、ちょうど僕が行ってたところはですね、まあ、ブラッグモデルとして有名で、その後ジオカーブになったんですけども、その要するに地球化学的なサイクル のモデリング の一番最初の型ですねを作る真っ最中だったんです。ですから、まあ、この写ってる方、皆さんものすごい有名な方ばっかりですけども、ロバート・バーナーとか、まあ、ラサガーはちょっといろいろありましたけど、ギャレルズとかマッケンジーとか、こういう人たちがですね、3ヶ月ぐらいに1回集まって、まあ、この教室の半分ぐらいの大きさのところでですね、もうカンカンガクガクの議論をやるんですね。もう半分ぐらい聞いてて分かんないんだけど、ただすごいエキサイティングであるってことは分かる。で、それで分かんないなりに、きっとこれはすごく面白いんだろうと思って一生懸命勉強してですね、そうすると、なんとなく、これはこれからすごく重要になってくるんだな、要するに CO2 がどういうふうに制御されるかと、まあ、そういう話につながってくるんですけども、そういう刺激を受けました。で、これは刺激は受けて、ただすぐに身にはならなかったんですけども、実はこういうことを刺激を受けたことが
あの今日あの司会してくださってる田塚さんと知り合うきっかけにもなってるんですね。で、まあ、そういうわけでですね、あのアメリカから帰ってきて、あの、まあ、一応一人前助手時代になるんですが、その時はちょうど飯島先生 の、 その IGCP が一段落して、今度は国内で の、 あの日本の第3期の憩室結がんの総合研究っていうのが始まりました。でこれは、その過程で、まあ、要するに日本海がどういうふうにできたかっていう話につながってくるんですけれども、で僕はこの頃はその、飯島先生の、まあ、片腕のような格好でですね、調査を、片腕というとそこへにいる松田君とかそういう、とか言うとかかもしれないんだけど、まあ、要するに地図係ノート係ですね。要するに、今これ後ろ向いてるのが多分松田さんのはずなんですけど、彼は40キロぐらいの岩石を背負える能力を持つ。それからこっち側が渡辺さんなんですけど、彼もまあ20キロぐらいは背負える。で僕は5キロぐらいしか背負えないですよね。それ以上背負うとフラフラしちゃう。だから、それからちなみに飯島先生は花紙しか、ティッシュボックスしか背負ってなかったですね。で、まあ、そういうので大名行列みたいにしてですね、偉い先生、他にも高柳先生って、これ東北大学のやっぱり偉い先生ですけども、それからこの辺ももうみんな丸山さんとか的場さんとか、そういうのがこの列をなして調査していくわけです。で僕はそれの筆記係をやってました。でただだから その過程でですね、日本周辺の、まあ、第三期と、それから日本海がどうやって形成されたかってことを勉強したわけです。で、まあ、それがその後また役に立ってきます。でそれと同時に自分の研究としても、まあ、時間が取れて、でもう一回その東北日本の憩室結岩をですね、まあ、ミランコビッチサイクルの目で見直したんですね。でこれはその当時これ柱状図っていうんですけど、こう崖にへばりついてひたすら厚さを測ってこう作っていくんですね。そうするとこの女川層っていうのは、その硬い柔らかいだけじゃなくて、この黒い層と白い層の繰り返しが見えるんです。しかもそれが非常に複雑なリズムを持ってると。でこれを全部測って、でこれが、例えば1メートルあたりに何層あるかっていうのをスライディングウィンドでビヤッとこう計算していったのがこれです。でそうするとですね、こういうものをまあ、こういうカーブを書いてですね、これのスペクトルを取ると見事にミランコビッチサイクルの周期が出てきたわけですね。ということはこの憩室結岩の黒い層の雪物に多い層なんですけどね、これの頻度っていうのが、頻度の変化がミランコビッチサイクルで、規定されてるってことがどうも分かってきたわけです。それからこの女川層にはですね、全部じゃないんですけども、半分近くに非常に細かいラミナがあるんですね。1枚の厚さが100ミクロンぐらいの層がずっとあるんです。でそれを厚さをですね、測って、その生物微化石の成層序っていうんですけども、化石から推定される堆積速度と比べると大体1年に相当していると。でそこでその細かいラミナが1年であると仮定して、そうすると1つのサンプルの中に何層入っているかで、そのサンプルごとの堆積速度が出せるんですね。でそれを使って、それからまあその当時入った XRF を使って、要するにその憩室結岩の中の有機物の量とか砕屑物の量とか生物原子岩の量とか、こういうものをまず分析で出してやる。それからさっき言ったそのラミナの厚さをもとにした堆積速度でこれをフラックスにしてやるんですね。そうすると、例えばですね、これが砕屑物ですけど、砕屑物だとこういう2万年周期でこういうふうに変わってるんですね。それから、生物原子岩はこれですけど、生物原子岩はあんまりそういうミランコビッチスケールの変化はないんですけども、もっと細かい、実は1000年ぐらいのスケールでこう変化してるっていうのが分かってきた。で、実際これはその明色層暗色層のペアに対してその分析をして、それからフラックスを求めた例ですけども、
そうすると、生物源シリカが多い部分が堆積速度が速い、少ない部分が遅いってことが分かってきます。でそれをもとにですね、模式的に書いたのがこれですけども、これがまあ砕屑物の何て言うんですか、堆積速度の変化ですね。ミランコビッチスケールで、まあ、だから数万年ぐらいでこういうふうに変わってる、これは模式的なやつですけども、それからここが、バイオジェニックシリカの数千年スケールの変動です。でそうするとこれとこれを合わせると、例えば砕屑物なり有機物の変動っていうのはこういうふうになって、であるスレッシュホールドよりも超えると黒く見える。だからそうこういう何ていうんですかね、コンポジションの変化っていうのはこういう砕屑物 のゆっくりした堆積速度の変化と生物原子理科の割とハイフリクエンシーの変化の合成としてできてて、それがまあ明暗の層として現れてるってことが明らかになりました。でこういう結果をもとにして、そうするとこれ女川層っていうのはマイオシンって言って、まあ1000万年から1500万年ぐらいの間にたまったそうなんですけども、これはなかなか面白い。じゃあなんでこれがこの千年スケールの変動って何なんだと、それから、オービタルスケールの変動っていうのはどういうメカニズムなのかっていうのを知りたくなると。でちょうどその時に先ほどお話したその ODP ですね、レグ127っていう1989年に、あった航海ですけども、そこで、マイオシンを狙って除染したんですね。ところが、マイオシンになると石が属性作用で硬くなってですね、リカバリーがほとんどない 0.5% しかなかった。だから申請した研究はできないわけです。で一方でその第4期って一番表面付近の100メートルぐらいのところにはこういうそのそっくりの明暗の層で柔らかい堆積物がどんどん出てきたんですね。でこっちが面白そうだっていうんで、こっち側にの、まあ、乗り換えるのにいろいろあったんですけども乗り換えたというのが、その後私がずっと日本海に関わってくるきっかけになりました。で、まあそんなところでですね、この次はその1900年から2000年ぐらいにかけてですけども、この時には日本海の掘削はまあその前に終わってますけど、これをまとめて論文にしていくっていう作業は結構中心になって、それから実はそのこの何ですか、千年スケールの変動を研究するのでもう一回カリフォルニアの方の掘削に参加したんですけども、それがあって、それからあと後でまあ詳しくお話しますけど、松井さん田塚さんらとキューバのKT 協会のインパクトの研究を始めたというのがこの時代です。でこの時代にはいろんなことが、これは小泉先生に引き込まれてですね、文明と環境っていうそういう当時の重点領域ですねの研究に参加して、これ文系の人が半分以上で、まあ、これはこれで面白かったんですけど、それからこれはキューバの KT プロジェクトの時の写真です。で、日本海の掘削の結果ですね、まあ、いろんな結果が分かってるんですけども、一つだけ簡単に紹介しますと、日本海 の特に深層水環境っていうのはすごく大きく変化するんですけども、それがどうも海水準の変化とそれから、氷期間氷期の変化、この2つ の両方の何ですかね、混合というかですね、合わせた形で起こってると。でその日本海とその外洋をつなぐこの海峡の深さが変わることによって日本海の応答が変わっていくと、そういうことが分かってきました。でこれがこのぐらいの時から割とその システムとシステムのバウンダリーコンディションの変化と外力に対する応答の関係っていうようなものにを意識するようになったというわけです。で日本海の研究でさっき言いましたその特に第4期の部分ですね、その明暗の誤差、これは色を示してますけど、下側のこれが赤で書いた方が日本海 の色ですけども、そうするとこういう変動、千年スケールの変動がきれいに見えるんですね。
でこれ複雑な変動なんだけども、その後日本海の掘削が終わった後しばらくしてグリーンランドのアイスコア の同位体の研究が出てきたんですね。そうするとこのパターンがそっくりなんですね。 ですから何かの理由でグリーンランドでの急激な気候変動が、日本海の明暗の島として、表現されているってことが分かりました。でこれを説明するのにいろいろ考えて説明したんですけど、結局、仮説としてはですね、東アジアの夏季モンスーン、梅雨ですよね、梅雨の梅雨の雨、これが、たくさん降るか少し降るか、でそれが揚子江の流出量を変える。で揚子江の流出量を変えると、これ揚子江の流出量が多い時っていうのは東シナ海に、沿岸水って呼んでますけども、その低塩分で栄養塩の多い水塊が広がるんですね。でそれが日本海に入ってくる。でモンスーンの雨が少ない時はこれがシュリンクして日本海にはむしろ黒潮系の水が入ってくると。だからこの栄養塩に富んで塩分が低い水が日本海に入ると暗色層が堆積するんだという、こういうメカニズムを通してダンスガード・オシュガーサイクルが日本海の縞模様になるんだというふうな、仮説を、これ作ったのは1995年ぐらいですね。でその後これ延々ともう今でもこの話してますから、一つのネタで20年持つと、いうことになります。で、こういうふうに分かってきたところで小泉先生からですね、小泉閣さんから、カリフォルニアマージンやるから乗んないかっていう話があったんですね。でカリフォルニアマージンでも当然ダンスガード・オシュガーサイクルのシグナルがあるんじゃないかということで乗ったんですけども、乗ってしかも、僕のそういうプロポーザルに対して、コアを丸々取ってくれたんですね。だから結構優遇してくれたんです。でその時に一緒に、その代わりこ のジム・ケネットって、これもすごい有名な先生なんですけど、ジム・ケネットと一緒にやらなさい。でケネットさんもですね、すごい親切な人で、一緒に論文やなんかも書いたんですけども、実質的には僕たちがそのコアをもらって、なんですかね、しこしこ分析している間にあっという間に彼は膨大な量の分析を仕上げて、大学院生が2人ぐらいついて、でもうネイチャーやなんかに論文をバババッと出して、もう完全に何ていうんですかね、次元が違うというかですね、日本の何ていうか、家内工業がその大量生産と戦ってもとてもかなわないという、そういうことを、痛いほど身にしみました。これででこっちもだから目のつけどころは悪くなかったんだけども、つけたところでそれから先のことはあんまり考えないで乗っかってる。でこっちのケネスさんの方はもう乗った時にはもう全ていろんなものが全部出来上がってラインができてて、サンプルが来たら一気にドドドッともう分析が進むようにセットされてるわけですね。てかそれがそうやんなきゃダメなんですよね、ということを何ですかね、感じました。でこの時、ここに山本さんいるんですけども、私がこのレグ167で論文ちょこっと書きましたけども、一番の功績は山本さんを引き込んで彼がたくさん論文書いてくれたので、僕が点取れなかった分点取ってくれて、一応日本チームとしてはトータルではバランスしたと、いうことです。これはその時のコア のスケッチですけど、それから一応こういう分析でそれらしいカーブはあるんですけど、あんまりなんとなく似てるけどそんなに印象的じゃなくてですね、ケネットの方がやった酸素同位体の変動カーブがやっぱり圧倒的にインパクトが大きかったですね。で、そういうことをやりながら一方で、その頃もう田塚さんが僕と一緒に、彼が助手で、僕がその頃はもう講師か助教授だったんですけども、一緒にやるようになってて、でせっかく一緒だから何かやろうよって言ったら、田塚さんの先生の松井さんがですね、キューバにコネができたから何かキューバで、やれないかっていうんでですね、要するに KT 協会がキューバにあるかどうかちょっと調べてって言って、調べたら結構ありそうなんですね。でじゃあ行こうってんで行ったのが始まりです。
でその時はあの津波堆積物なんて全然考えてなかったんですけども、実際行ってみてあの見つけたのは津波堆積物と。ということで、キューバでその巨大な厚さ全部、まあ、ここで示したのは150ぐらいですけど、一番厚いのは300メートルぐらいある、そういう津波堆積物の研究を、その後10年ぐらい やったわけですね。でそれの過程で今そこにいます高山君とそれからあの後藤君と2人が学位を取って、でその後後藤君はもう津波のプロになっちゃったと、いうわけです。それから、2000年ぐらいになって、まあ、あの先行合同とともにあのちょっと遅れて教授になるんですけども、この辺からはもう何て言うんですかね、調査、さっきの話じゃないですけど、選んでいいとこ行きゃ楽しい。だから、まあ、そのいいカナダ、夏にカナダ。ということで、立川さんにスノーボールちょうどいいんじゃないって言って、スノーボール、立川さん主導の、スノーボールプロジェクトが始まりました。まあ、ちょうどこの頃、あのここにいるあのカーシュビンクさんともあの出会ってですね、彼があの東大に、あれ1年間でしたっけ、忘れちゃった、2年間かな、あの1年間かな、忘れたけど、あの呼んでですね、それでそのスノーボールプロジェクトをあの始めたわけです。それからあのもう一方です、あの IODP のフェーズに入ってですね、 IODP で何かプロポーザル出してくれっていうのが、注文がありまして、それの準備を始めたと。それからもう一つがその IGCP の476で、これアジアモンスーンですけれども、まあ、これは実はこれと連動、 IODP のプロポーザルを作るというのとあの連動してやってるんですけども、これで、ここに映ってますけど、あの本坊さんですね、本坊チン彼と知り合って、その後、それから郵便スン映ってますけども、その後ずっとあの一緒にやることになります。で、KT バウンダリープロジェクトとスノーボールに関しては、これはまあプロジェクト自体は松井さん、それから田塚さん あのプロジェクトで、私はその現場監督で行ったわけですので、まあ、詳しい話はしませんけども、まあ、ここに、写真が映っているように松井さんがここにいて、世界後藤さんがいて、これは山本さんもここにいるんですよね、というふうにして、まあ、10年間にわたってですね、毎年2週間ぐらいキューバ、日本の冬をキューバで過ごす、これもやっぱりパーフェクトなわけですよね。で、なんで調査を続けました。でもう一緒にやるんで、そのキューバの人ともものすごく仲良くなってですね、これは後藤君に言っていいかどうか分かんないですけど、あのドーラ・ガルシアさんがですね、うちの娘はどうだという後藤君に勧めて、後藤君が焦ったという、ことも あったような気がします。それからスノーボールの方でもですね、ここにこれ関根君ですよね、それから関根さんですよね、それから立花さん、あどこだ、これこちらこちらというふうにしてですね、いろんな人があのなんていうんですかね、興味に、引き込まれてですね、一緒にあの、まあ、システム講座が初めてどんどんあの盛り上がってる最中だったんですね。で、あの一緒に海外調査をしたと、そういう思い出があります。で、まあ、あのこの時代に一番勢力をやっぱり使ったのは、あの IODP プロポーザルをあの準備するということで、で、まあ、あの要するに ODP の時代は日本はワンオブゼムだったわけですよね。そのアメリカが主導で、それ以外の国が、まあ、ちょっとだけお金を出して乗っけてもらってるというそういう格好だったんですけども、 IODP ではヨーロッパと日本とアメリカの要するに3ポールで、そのプロジェクトを運営する。で日本は地球を投入して、それで何て言うんですかね、プロジェクトを推進するわけですね。ところがヨーロッパとアメリカに比べて、日本のプロポーザルの何て言うんですかね、出す数もそれから通る数も圧倒的に少ないわけですよね。だからこれは当然お金3分の1お金払ってて
何ですか、成果これだけだって言われちゃうわけで、何とかしなきゃいけない。それでまあ掘削を誤解を関係で何とか掘削を考えてくれということになりました。で、まあもともと日本海に興味を持ち続けてたのが一番の動機ですけども、もう一つは、要するに一回行ったところをもう一回掘る方が楽なんですよね、いろんな意味で。だからまあコストパフォーマンス考えてもこれがいいだろうと、ということで日本海のプロポーザル作りを始めたわけですが、これがまあここに書いてありますけど、最初のプレプロポーザルを出したのが2001年ですけども、その後延々と最後に、2010年でまあ大体やることはやり尽くしたんだけど、その JR って、その掘削船ですね、掘削船は大西洋行ったまんま太平洋に帰ってこない。でプログラムは2013年で終わりなんで、もう実現しないんじゃないか。でもほとんど諦めてたんです。で諦めてたら最後の最後でですね、なんか時間がちょっと余った、時間は余ったけどお金あんまり余ってない。そうすると私の提案する航海って割と安いんですよ。安いって言っても8億円ぐらいかかるんですけども、他のが何十億円ってかかる中で圧倒的に安い。で最後に滑り込んだんですね。で、2013年に、掘削が行われたというわけです。でこの間にまあでもこれでいいことはですね、プロポーザルが何ですか、そのエバリエーションの段階まで通ると日本の方でシップタイムがもらえるんですね、優先的に。でそこでこんだけ何ですか、サイトサーベイのための航海をできることになったと。これがで実はこれで取ったコアでですね、大方の結果は出てるんです。でその後、まあそれがもっと下まで出たっていうのが、まあ、実際のところなんですけども、まあ、これはその当時の写真ですけども、まあ、これここに写ってるのが、まあ、大体、まあ、これにちょっと漏れてる人もいるんですけども、最終的に船に一緒に乗船して今でもその取ったコアの分析を続けて成果を出し続けてるという、そういう仲間です。それからこういう航海っていうのはその学生を育てるっていう意味でも非常に有効なんですね。要するにいろんな大学からいろんな先生とかいろんな学生が乗ってきて、それから、いろんな分野の観測とか、計測をやるわけですよね。それから実際コアをどうやってどんなにコアを取るのが大変かとかですね、そういうことも学ぶわけで、そういう意味で野外巡検のプロジェクトも同じなんですけども、実際に大勢で一緒に行って一緒に汗かいてその資料を取るってことは、そういう意味でも非常に重要だというふうに感じます。で、まあ、こういったサイトサーベイの結果ですね、これは久保田さん の学位論文の結果ですけども、まずこの地点で、過去の塩分の復元を、まあ、有効中の酸素同位体とそれから MGCA を使ってですね復元をすると、さっき言ったダンスガードオシュガーサイクルに、まあパーフェクトとは言わないですけども、かなり似た格好で変動している。だからそういう意味で最初に前に示したスライドの仮説にをサポートする結果がここで、出てきて、でそれからその時ほぼ並行してですね、本坊さんとかスンさんとかと一緒に、中国のウェスタンデザート の調査も始めました。でこれはまあこれもなかなか楽しい調査だったんですけども、これは要するにダストの起源をちゃんと抑えようと、それからそのダストの時間変化もその供給源での時間変化をちゃんと抑えようっていうのが目的でした。で、これも結構、何年も続いてですね、これもやっぱり一緒に学生が何人も行ってですね、大自然を満喫したというそういう調査でした。で、これは長島さんの やっぱりこれはまあ D ロイヌの後ですけども結果ですけど、まずこれはスンさんが、うちのポストクに来た時に
彼がその中国のいろんな砂漠の砂を持ってきて、それが要するに ESR っていう手法と、それから XRD のそのクリスタリンインデックスを使って分離できるか、そのもう期待以上にきれいに分離できたんですね。だから要するに ESR とクリスタリティインデックスを使うと、あの供給源がかなり特定できるってことが分かった。で、それをまあ明らかにした上で、日本海の堆積物を長島さんが分析すると、だいたいゴビとタクラマカンの中間のところに分布するということが示されたんです。これは、ゴビタクラマカンっていうのは実は2大ダストソースなんですね。だから非常にリーズナブルな結果で、でそれをもとにしてコアを解析すると、ここに書いてあるように、これが ESR の結果ですけども、そうすると、ちょっと僕見えないんですけど、上が低いんですね。タクラマカンとゴビとの間でこう行ったり来たりするで、見てると、あのダンスガ同士ガーサイクルのインタースタディアルっていうんですけど、相対的にあったかい時期はタクラマカンが多くて、寒い時期はゴビが多いっていうふうな結果が出てきたんですね。でこれは何を意味するかっていうと、ここにあの模試傷が書いてありますけど、この橙色の線がウェスタリージェットのつもりです。そうすると、あの、まあ、現在でもですね、ウェスタリージェットは、ヒマラヤの冬はヒマラヤの南なんですね。でそれがあの5月頃、梅雨の始まりの頃に、北側にジャンプする。そうすると、タクラマカンの上空を飛ぶ、あの流れるわけです。で、だからここの時に、はタクラマカンからのなんていうんですか、ダストは運ばれないんですね。でこういう状況になると、タクラマカンからのダストが運ばれると。でだからこれの結果はどういうふうに見ればいいかっていうと、あの亜寒氷期ですね、インタースタディアル亜寒氷期には、ウェスタリージェットはタクラマカンの上空により長い期間滞在して、スタディアル寒い時期にはほとんどチベットのヒマラヤの南にとどまったんじゃないかと。だからこういうふうにして、ウェスタリージェットの振動がこういう変化と連動を、要するに、北大西洋で起こっていることをここで、何ですか、同じように起こす原因じゃないかというふうに、あの解釈したわけです。ちょっと時間がだいぶ来ましたんで、あのスピード上げますけども、もう一つは、タクラマカンの砂漠ってのはいつできたか、それからその砂漠の砂はどこから来たのか、これを、明らかにするって、これもまた ESR とクリスタリティインデックスなんですけども、で我々はこれは、本坊さんとそれからスンさんと一緒にやったんですけども、このタクラマカンの周りを一周して、それからここを2カ所ぐらい横断して、だいたい50キロ間隔ぐらいでサンプル取ったんですね。それから、川が流れ込んでったら必ず川をサンプル取ると、そういうふうにして、あの資料を集めました。でその結果ですね、これは、粗い砂 あの粒子 あの ESR とクリスタリティインデックスで、これは要するに主に水によって運ばれた、あの風じゃなくて水によって運ばれたものを見てると。そうするとですね、クンルン山脈の方ですね、これがクンルン山脈というのはこっちです。こっちの方は非常に ESR が低くて、クリスタリティインデックスは西に近づくにつれてどんどん高くなるっていう、そういう傾向が出てきた。それから、天山の山脈の方はこういう割と古い時代の ESR が大きいっていうのは時代が古いってことなんですけども、そういうあの古い時代であんまりクリスタリティが上がんない、そういうソースであるってことが分かってきた。で要するにこのこっちから来たのか、こっちから来たのか、それから割と西の方から来たのかっていうのが、これで分かるというわけですね。それから次に、取ってきたサンプルの細かい粒子の方、ダストと同じ粒子ですね、の方を測ってみると、これ矢印の元は この値です。でそれが対応する細かい砂はみんなだいたいこの辺のとこに集まってくる。でこれはどういうことかっていうと、細かい方の川から運ばれた細かい方の成分っていうのは、どうもこの辺のところにあの近い組成を持つんじゃないか。でこの辺の組成っていうのは実はタクラマカンからその外に出されるダストの組成なんですね。まあ、平均的な組成です。そういう意味じゃこれ全体の平均的な組成に。ということで、これを元にするとどうもタクラマカン砂漠っていうのは、まあ、実はここからの月川っていうんですけど、そのパミール高原から流れてくる砂、あの川が一番大量の砂を運んでるんですけども、それがここに運ばれる、それからこういった川から
運ばれるので最終的にここに来るんですね。ここあのロプノールがあるところなんですけど、ここに行く。そうするとこっちから風が吹くんで、そこに溜まったものがまた吹きこっち側に吹き寄せられるわけです。で斜面に溜まってそれがまた浸食されて戻る、そういうことを繰り返していて、どうもその砕流成分はこの中でぐる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 あの回りながら均一化されていくと、そういうあのメカニズムがあるんじゃないかと。で、まあ、そういうわけでタクラマカンっていうのは、ダストプロダクションをあの、まあ、その周りでしてですね、それを中でそのぐるぐる回してあの均質化して、そして外に出してるって、そういうシステムじゃないかってことが、分かりました。で、最後にですね、まああの熟年、まあ、ここ10年ぐらいですね、だから55歳以降、まあ、若干衰えてきましたけど、まだまだやれるという感じでやったのが IGCP の581。これはだからその前の、あのなんですか、モンスーンエボリューションですね、476の後継プロジェクトで、476の方は僕がリーダーで、ピーター・クリフトと本部が、コリーダーで副リーダーだったんですね。でこっちは今度本部がリーダーで、僕とピーターが副リーダーって格好で、まあ、3人であの入れ替わってやるんですけども、そのプロジェクトが始まったと。それから、まあ、この時にはあの水月の掘削もあのやってますが、これはちょっと時間がないので話しません。それから、やっと実現した、日本海採掘削ですね、それが2013年にあって、でそれで取ってきた資料を今まだみんな頑張ってあの盛んに分析しているというのが現状です。それから、2015年ですけども、私のところにあの多田君という学生があの来てですね、あの血縁はないんですけども、あの彼があの僕たちが昔キューバで調査した時のことをですね、松井さんがあの本に書いてたんですね。でそれを興味を持ってインパクトやりたいっていうふうに来たんです。でちょうどその時にですね、僕があのタイのあのにそのオーストラリアンアジアンテクタイトっていうんですけども、今から79万年前にあのインドシナ半島のどっかに起こったんだけど、あの飛び散ったテクタイトっていうのはガラスですよね。ガラスはたくさん見つかるんだけど、インパクトサイトが見つかんない。でもう30年も40年もそのなんていうんですかね、見つかんないっていうので謎になってる、そういうなんていうんですかね、インパクトがあるんですね。でたまたまこの581のプロジェクトのワークショップの時にポール・カーリングっていうサザンプトンの教授、まあ、あの引退した教授なんですけど、彼が来て、その真っ黒なに焦げた木がゴロゴロとあの入ってる堆積物の写真を見せたんですね。でそれがすごく印象的で面白かったんで、彼にその後話をして、で、まあ、じゃあ一緒に やろうという話になったんです。でそれで、まあ、多田君の希望を叶える形でそのインパクトのプロジェクトを始めたと。プロジェクトっつっても最初はお金なしでもうあの 手持ち弁当で、ここ の, あのプロジェクトのユニークなところがここに、まあ、あるんですけど、ポール・カーリングが65歳、僕より一つ上、それからウィカネット・ソンサムっていうのはタイの人ですけども、彼も今59歳で60年定年で、あの僕とほぼ同時に定年だから、定年トリオでその定年後 の, あの余生をですね、楽しくあのリサーチするというので集まった、そういうあのプロジェクトですね。でちょうど今年なんで国際共同研究強化が通りまして、やっとお金がついて、でこの間、先ほどといまで行ってたわけです。で、ヨスコの方はですね、あの、まあ、斉藤君が、ヨスコの、まあ、いろんな集水域を全部あの河口付近を取ってですね、でまた ESRCI をあの調べるんですけど、そうするとヨスコもですね、まあ、これも、まあ、事前の調査である程度分かってたんですけども、あの上流か中流か下流かっていうのがきれいに分かれるんですね。でなんでこういうことをしたかっていうと、あのヨース湖の集水域ってものすごく広いんです。日本海より広いんです。でそこの上流で雨が降ったのか下流で雨が降ったのかを知りたい、要するに モンスーンフロントが奥まで入ってるか手前で止まってるかを知りたい。でそのためのデータベースとしてこれを作ったっていうのが、あの
まあ、彼の論文なんですけども、で、その結果がこれで、これはヨス湖の河口からちょっと離れたところのコアなんですけども、そうするとこういう要するに、下に行くほど、北の方で雨が降っていると、北の方の砕屑物が流れ出ていると、で上に行くほど南の方で、雨が降っているってことが分かるんですけども、それとこの上の方は長島さんが、日本海コアでやったそのウエスタリジェット の位置の変動ですね。 北に行ってる、あ、これは南か、南か北かですね。そうするとこれで見てお分かりと思うんですけど、両方の変化ってのは非常によく似てる。しかもその千年スケールの、千年というか数百年スケールの変化もすごく似てるんですね。でこういうことから、まあ、前からその現在の観測の方でも言われてたんですけども、要するにウエスタリージェットが北上すると、それがまあモンスーンフロントの位置を決めてて、だからフロントの位置も北上すると、ウエスタリージェットが南下するとフロントの位置も南下して南の方で雨が降ると、まあ、そういう仮説を我々立てたんですけども、それがまあきれいにこう証明されたというわけです。あ、そう。それから、昨日の、なんですか、シンポジウムで長島さんが話したんですけども、北半球 の、まあ、東アジアのウエスタリージェットの動きと南半球の動きをこう比較してみるとですね、結構似てるんですよね。これ100年スケールでも似てるぐらい、こういうふうに似てると。ただいくつか似てないところがあるんですね。でその似てないところはどこかっていうと、まあ、こういうところ で要するにこの青で示したところ以外は、北半球がウエスタリージェットが北に行くと南半球は南に行く。で逆に南に下がると南半球は北に上がると、そういう要するにその赤道を通して対称な動きをしているってことを示唆しているんですけども、ただこの青の時期だけなんとなくインフェーズの動きになっているんですね。でこれをどういうふうに考えたらいいかっていうんで、この一番下に書いたのは、これはアトランティックメリディオナルサーキュレーションという北太平洋深層水 の動き の強さの指標なんですけど、それを、比べてみると、どうもその要するに北太平洋深層水が、下に行くのは緩んだ時ですかね、には、こういうことが起こっていると。だから、これを、つまりですね、おそらくは、そのさっきの青いところ以外は、要するにこういうふうに赤道を通して、両半球対称な動きをしていて、これはおそらくソーラーアクティビティか、まあ、PCO2 なんですけども、まあ、ホロシンの場合はソーラーアクティビティじゃないかと。でそれに対して両方がこう平行移動するような動きっていうのは、さっき言った AMOC ですね、北大西洋深層水の動きに起因しているんじゃないかってことが、推察されると、まあ、これはまだハイポステシスの段階ですけども、今はだこういうことを考えてて、でこれをまあこれから、証明していきたいなと思っています。で最後に IODP のエクスペディションについてはですね、これは、こういうふうにその、6サイトですけど、6サイトのまず堆積物の記録をこういうふうに1本に編集するって、これ簡単に見えますけど、ものすごい大変なんです。実はだから日本人乗船者が、まあ、全部で 8名いたのかな、が、3年間にわたって毎年2回、週2回で3日ぐらい集まって、それからそれ以外にもちょっとエクストラで集まって作業をし続けて、やっとこれができた。それで要するにこれはまず完全に1本のものに編集した上で対比をするっていう、そういう作業ですね。それから、その船の上で物性ですね、その NGR っていうのはナチュラルガンマレーですけど、それからこれはデンシティですけども、そういうのを測ると、これは実はまあこれ係争量の変化を拾ってるんですけども、いわゆる酸素同位体相乗っていわれるその氷気間氷気の変化と非常にうまく合ってる。でこれを使うと年代モデルができるわけですね。割と細かいスケールの年代モデルができる。で一箇所で作ればそれをこの対比で他のところに投影してやればいいわけで、そういうふうにして、まあ、今までよりははるかに何ですか、緻密な年代モデルが作れたというのが現在の段階で、でそれをもとにするとですね、実はその
これは日本海 の、 あの有機物の量の変化の高周期成分ですけれども、これは我々はこの東アジアの夏季モンスーン の千年スケールの変動だと思ってます。でこれと上に示すのはこれは南極の氷床コアの温度の変化をもとにバイポーラーシーソーっていうあのメカニズムをですね仮定して、計算したさっきの AMOC の強度の変化なんですね。だから AMOC が強くなるか弱くなるかっていうのがこの上の図で、下の方はあの東アジアモンスーンが、強くなるか弱くなるかっていうあの変動の図です。そうするとこれで見ていただくと両方とも、ね、年代モデルが独立ですからあの ところによっては少しずれるんですけども、非常にあのパターンがよく合ってるのがお分かりいただけると思います。でこれは何を意味するかっていうと、要は、東アジアモンスーンと AMOC のオンオフが、AMOC のオンオフが東アジアモンスーン の、 あの、まあ、偏西風を通じてフロントの位置の変動を引き起こしてて、それが少なくとも過去80万年間にわたってはあの続いてるということが、まあ、要するにかなりタイトなリンケージがあるということがあの分かってきました。でこれはあの日本海 の、 その3つの浅いところから深いところへのサイト の、 その有機物 の、 あの量の変化を、まあ、ウェブレットで解析してもらった結果ですけども、そうすると一番浅いところはこれはまあ何て言うんですかね、基本的には表層のプロダクティビティを反映してるんですけども、深いところに行くに従ってプロダクティビティのシグナルとあのオキシデーションですね、そのあの沈降過程もしくは海底での酸化による分解の影響は出てくるわけです。で、こういうのを 見ると、まあ、一番上がそのイーストアジアンサマーモンスーンのシグナルとしては一番あの信頼できるんですけども、そうすると千年スケールの変動っていうのは割と何ですかね、急激にというよりはなんとなく徐々に出てきているんですけども、明確になるのが、この辺り 1.3 ミリオンぐらいから、あのそのあとずっと継続的に、起こってたっていうのがあの分かってきました。でこれは、あの大会圏の安倍さんなんかのモデルによると、やっぱり氷床 の、 あのインスタビリティとかかなり関係してるんですけども、おそらく そういうふうに解釈するのはいいんじゃないかというふうに思ってます。で最後にその AATE のインパクトに関してですけども、これは多田君がもう投稿寸前ですけども、一番なんですかタイの、東 の、 あの地点でですね、食と構造をきちんと全部見つけて、しかもその、なんですか結晶ディフェクトの方向をちゃんと測って、復元した結果ですね。これによって従来、まあ、エジェクターなのかどうかっていうのがはっきりしなかったあの堆積層がエジェクターであるということがはっきりしたと。それからしかもこれはこれもまた ESR 使ってるんですけど、これはちょっと使い方が別で、 ESR っていうのは300度ぐらいを超えるとリセットされるんですね。ですからこれが何を意味するかというと、エジェクタ層の、まあ、ここがエジェクタ層のベースなんですけども、エジェクタ層の下の方はリセットされてないんですけど、上に行くに従ってリセットされてる、要するに高温を高い温度を被ってるってことが分かってきました。でまあ、時間も時間なのでそろそろ最後ですね。これは実はつい最近まで言ってた調査結果なんですけども、実は行く寸前に、多田君に頼んでですね、スペースシャトルで撮った合成開口レーダーの結果をもとにした地形図を作ってもらって、それに地質図を載っけたんですね。そうするとここにクレーターみたいなリング状の構造が見えますよね。でその周りのこの紫っていうのはこれはバサルトなんですね。で大部分がバサルトでカバーされてるんで今まで見つからなかったんじゃないかってことが分かってきました。まあ、実はこれはシンガポールの大学のグループがそういうことをちらっと AGU で言ってて、だから我々はその情報を得てこれをあの作ったんですけども、まあ、だから彼らとこれからちょっといろいろ話し合いをしなきゃいけないんですが、どうもやっぱりここが怪しいと。で今回この地点で非常に厚い、まあ、彼これ4メートルぐらい あのはしごですけど、それに登ってもまだずっと上があるぐらい、だから全部で10メートルぐらいのエジェクタ層が見つかった。だからこれはもうかなり近くなきゃこんなことにならないんで、しかも実はここだけじゃなくてこっち側でも見つけてるんですね。ですからまあ多分
これが本命じゃないかなと今思ってます。それから今回はそれと別にそのテクタイトの、まあ、ネストって書いてますけど、これは多分もあのこれ今一つが1センチとか2センチで、これでもまあ大きい方なんですけども、その後全部掘って回収すると1キロぐらいある。だから1キロぐらいの大きな塊が起こって、割れたものが見つかったわけです。これも今までこのテクタイトっていうのはあの地層中に見つかることがほとんどなくて、洗い出されたものを見つけてたんですね。それが地層中のさっき言ったエジェクタ層のこの部分から見つかったんで、まあ、そういう意味でもこれがエジェクタであるってことの強い証拠になるわけです。というわけで、まあ、現在ここまで来てるんですが、ちょっとこのまま引退っていうのも辛いものがあるんで、これは続けたい。ですから、AT インパクトの、あの研究は、まあ、お金も今ついてますんで、これはあの前にキューバの時にお世話になった松井さんのところにお願いして、トマク千葉工大に居場所を作っていただいて、ここで、継続していこうと思ってます。で実際千葉工大 の、 あの黒沢さんとか、と一緒に今もうあの実験との比較とかのあれを始めてます。それから、まあ陽子鉱とかあのタリムとかですね、そういう研究もですね、まだデータがだいぶ残ってそのままになっているのがあります。それから、本坊さんが今度あのレイクドリリングをしたいっていう話をしているんで、あのこれを、まあ、論文を書くっていうこととレイクドリリングのお手伝いをするということで、雲南大学に、まあ年3ヶ月ぐらい3回ぐらい1月ずつで3回ぐらい一番いい季節を狙って行こうというふうに思ってます。それから3つ目は日本海もまだこれからなんですよね。そういう意味でこれからなんで、今一応科研費申請してるんですけども、通ったらあのこれに関してはあの東大のあの何ですか、客員教授とか名誉教授があの座るのを許されているスペースに、あのちょこっと来ていろいろやりたいなと思う。まあ、これはあの安倍さんのところで安倍さん綾子さんともちょっと一緒にあの結果を解釈するのをやりたいなと思ってますけど、まあ、この3つはなんとかあの型をつけて、それであの真の意味で研究の方も、まあ、引退というふうになるのかなというふうに思ってます。で最後にですね、この、スライドを作ってる作業をあの通じてとかしてるうちにですね、要するに全てのことに関していろんな人 の、 あの協力をあのいただいてですね、でそれからいろんな人前に巡り合った人とのいろんなつながりを通じて研究学を進展していってるってことは改めてあの痛感しました。で、まあ、そういう意味で本当にあの今まであの一緒にやってきたりあのサポートしてくれた方々にあの深くお礼を申したいと思います。それから、まあ、少なくとも私にとってはですね、あの若い時期にアメリカに行って自由な発想の洗礼を受けた、それからいかに楽しむかっていうことに関しての何ですかね、その意識改革を経験したってことがすごくその後に大きい影響を与えたと思います。それから、まあもちろん目標を定めてそれに集中するってことはそれはもちろん重要なことだと思うんですけども、まあ、あの私の経験がいいかどうか分かんないですけど、でもいろんなことを特に若い時にはいろんなことを楽しんでみてると、そうすると、まあ、いろんな分野 の、 あの人とのつながりも増えるし、それから自分がどういうことが得意でどういうことが得意じゃないかも分かる。だからそういう意味でも、まあ、若いうちにやっぱりいろんなことを試すっていうのは重要じゃないかなと、そういうふうにも感じました。で、東大からの引退っていうのはあの非常に、寂しい部分と安堵した部分と両方あるんですけども、ただ、あの誤解をしていただきたくないのは、リサーチとそれから教育もやらせてくれるんだったらまだやりたいと、あの往生際は悪いようですけども、まあ、もともとそういう性格なので、
思ったことを全部言おうと思いますが、ですから、お邪魔にならない限りは、なんですかね、一緒にやらせていただければと思います。で、最後になりますけれども、長い間、本当にお世話になりました。ありがとうございました。それから、これからもよろしくお願いいたします。清澄の、地質図を作られたのが多田さんだって公式に聞いたのが初めて、昔からそのことは学生の間で、確か広瀬先生そうでしたよね。それで3年生の時、進論の指導は多田先生から聞いていただいてると思うんですけども、うん、その話していいの？いや違う、進論です。清澄です。で、清澄の地図は多田さんの立派なのがあるので、3年生がそれを見カンニングしちゃうとまずいっていうことで、実は図書館に説明書を見てもその地図自体は隠されてない。まあ一応隠していますけど、それから僕まだ多田さんの言ってることによって本当だったんですかという、いやいや、地質図はですね、だから飯島先生が、僕たちの班は一番北の班なんですね。それから真ん中の班と南の班って3つの班に分けて、作らせたんです。で、実習をやってるコースは大部分が真ん中の班で、だから僕のたちが作った地質図はほんの一部だけです。で、大部分はその真ん中の班の、地質図ってかになってます。で、南に行くほど難しくなるんですね。うん、だから僕は南の班だったらここにいなかったかもしれないですね。ええ、長年の中にも解けました。ありがとうございます。じゃあ、多田先生いつも研究の話楽しそうにされる印象だったので、院に行くときに自主的ではなかったっていうのがすごい意外だったんですけども、うん、その研究に夢中になり始めた瞬間っていつ頃だったんですかね。そう、難しいですね。だから、圧内の地質図ができた時かな、うん、だから自分で書いたものが形になった時、まあ実際論文出たのは随分後なんですけども、形になった時が一つと、あとやっぱりアメリカ行ったのはすごく大きいですね。うん、行って何ですかね、自分の思ってることを自由に言って、それでインタラクションすることの楽しさっていうのを初めて知って、その前はまあ要するにお伺いを立てて、何でもいいか悪いかを聞くみたいなとこがあったんで、その時はやっぱ、まあ、あんまり楽しくはなかったと思いますね。それがまあもう本当に何ですか、思ってることをいくらでも言っていいとか、それがそういうふうに変わった時がすごく楽しかったと思うし、それからそういうふうにして帰ってきたら、もう飯島先生も何もそういう命令その他なしで、全ていろんなことを尊重し、こっちが言うことを尊重してくれたんで、まあだから、うん、アメリカ行った時がもう一つの転機ですね。2段階ぐらい。結構後です、ね、後なんていうかですね、最初の、まあ、うん、嬉しい時代というか、だから大学の良き時代があったという、大学院学位取っても、だからもう本当にずっと研究者でやれるのかというのは心配だったし、うん、やっぱり周りの人もっと
もっとこう真剣に深く研究してる人が多かったので、僕みたいに何て言うんですかね、まあ どっちでもいいやって言うとおかしいけど、その出たところ勝負というかサイコロ振って出たところに行くような感じのやり方っていうのは あんまり一般的じゃなかったんじゃないですかね。うん、それ多田先生を知ってる学生さんとかみんなに意外に思うんじゃないかと思いますけど、多田先生だいぶ最後のそういうプロジェクトいろいろ掛け持ちされて、すごくお忙しくて出張とかも多くて、どのぐらい通算でどのぐらいいるぞとか船とか乗られて、その何年っていう単位じゃないかって気がする。まあ全部合わせれば 年の単位だと思いますけども、一番多かった時で年に8回ぐらい海外に出て、で、まあ、1回行くと大体2週間から3週間、本当はもっと長く行きたいんですけども、当時の専攻は そこまで長く行くと帰ってきた時席がないんじゃないかっていうあれもあって、まあそのぐらいですね。だからそれかける8だと、多い時はやっぱり 2,3 ヶ月は行ってたんじゃないですかね。だいぶご家族にご心配というかかけたんじゃないかなというふうに思いますけども、詳しいことはまた後ほどということで、いや Japanese is very bad, so I'll ask in English, but thanks for the talk. Even though I don't understand the Japanese, I could understand the talk. So congratulations. Thank you. And a lot of familiar faces there. I guess I agree with you. And years ago, when I was a student and I asked my advisor, what shall I do for my thesis? He said, what are the biggest questions in the field? When you find one, pursue it. So I'm still trying to figure out, and I wonder what do you think the next 10 years for young generation would be the big question in our field? Oh, I think that global warming is already happening, and probably next is the effect to the biota, and because I really seriously concerned that the consequence of global warming is that kind of causing the extinctions and also the change of the what do you call it? I suddenly forgot that word, but the system of the biological so and as in a conference I just mentioned about the PT boundary analog, but it's I think no, it's not the exaggeration, and we are already seeing the start of the ocean acidification, and also there's some evidence of the anoxia, and also the there could be a threshold for the temperature which seriously damage the land plants. So we really have to collect those examples and really try to seriously find out the kind of threshold or the mechanism of the extinction and speed of the extinction. So not only the recent past, but deep time environmental studies could be very important. But to do that, we really need to make reconstruction in high resolution and also very high precision. And for that, introduction of the techniques which many people developed in the quaternary into the deep time is very important and could be very fruitful. Is that it? どうも非常に興味深いお話をありがとうございました。今ちょっと気候変動の話をされたのでちょっとそれに絡んで質問をしたいんですけれども、やっぱり先生が多田さんがこの呼気孔とかをされている時、僕20年前の学部の学生だったんですけれども、やっぱりその気候変動とかを見る時にその昔の気候を
見てやっぱり考えなければいけないんだっていうことをおっしゃってたっていう思いがあって、私もその後ちょっと飛行を続けて今どっちかというと実務系でその気候変動のその対策とか対応とかっていうことをやってるんですけれども、やっぱり科学とその実務の間にはまだ距離があるなというのが私の直感なんですけれども、これをどういうふうに埋めていけばいいのか、もし何かこう、まあ、田田さんは教育と研究の方から、気候変動の話っていうことを やられてきたと思うんですけれども、何かその田田さんからその例えば実務とか実社会で起こっているその気候変動の議論とかを見ていて、これはこういうことをしていかなきゃ、今後していかなきゃいけないというか、うん、若い人たちにはこうやってこういうところでこう今あるギャップを埋めていってほしいんだよ、うん、っていうことがあればぜひ教えてください、うん、いや、おっしゃることは本当によくわかるんですけども、やっぱり科学者はどうしても正確さを求めて、その、まあ、例えば定量的な復元メカニズムの話をどんどん深めていくんだけども、実務というか実際のもう起こりつつあるクライシスはそれをやっちゃ間に合わない部分がたくさんあるわけですよね。でその間のギャップっていうのは、いや本当に埋めなきゃいけないんだけど、どういうふうに埋めればいいかっていうのは僕はあんまりアイデアはないんですが、ただ例えばまさしくあなたみたいな人が地球惑星科学専攻に来て、その現状に関するレクチャーをするとか、もしくはそういうのに関するなんていうのかな、インターンシップみたいなのがあれば、それはだから職を得るためのインターンシップじゃなくて、その経験して問題が何かを経験するインターンシップみたいなのがあれば、そういうもん、なんですかね、ギャップも埋まっていくんじゃないかと思います。でそれは本当に重要なことで、ぜひこれから専攻を運営されていく方はそういう可能性もぜひ考えていっていただきたいというふうに思います。どうもありがとう。はい、そうしましたら、じゃあもう一回拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。